海賊団、バルボッサ海賊団の海賊団。で今キャプテンは海の向こうで憎き宿敵ジャック・スパローと戦っている選手だ。まあ勝つのはキャプテンに決まってるかな。そこでだ、キャプテンに頼まれているのが仲間を増やせと言われてるんだ。わかるな。お前たちに海賊になってもらいたい。海賊になりたいやつ手挙げろ。おーす、いいね。いつもより涼しいですけど、頑張っていこうかなって思って、仲間を増やそうとして。はい、海賊になるには何が大事だと思う？分かるやついるか？いないね。海賊になるには鳥だけが大事です。鳥があれば海賊になれる。分かったな。だから今からお前らの鳥を確かめる。俺が今から養蜂って言ったら全力で養蜂って返してくれ。分かったな。うるさいな。静かにさせてこい。いけるか、静かにできるか。だから、そうそうな、鈴木だな。養蜂って言ったら養蜂って全力でね、返してくれ。一回で終わらせようね。熱いんでね。よし、養蜂。
この修行に耐えてもらおうか。おい、あやい船長、みんなよく聞け。海賊たるも依存をされてはならない。おい、勇気のあるやつ、覚悟できたら、やる気のないやつは後ろに下がる。覚悟はいいか。いいか。まずはこっちから行くぞ。
の船長は誰だ？キャプテン・バルボッサ！よし、お前ら次は本物の海賊になるためだ。諸君、宴会だ！おい！
Thank you.
海賊へのインフォームを手なしてきた。カモンキャプテン、お越しください。